皆さんこんこにちは今の動画では皆さんが外国人でこの前話したんですがこの時は言えなかったんですこれが言えなかったからそれ知りたいんですって言ってそれを僕は教えるやつです。皆さんからの投稿待ってます。これ何て言うんですかあれ何て言うんですかあのであれやめてくださいねあの。空想のやつ。空想じゃなくて実際にこういう場面でこういうこと言いたかったんだけど何て言うんですかっていうのを聞いてください。こう空想の場面でやるとね絶対それ一生つかないでしょみたいなやつばっか来るんですよ。だからあのー それ答えたくないです。Okay? なので、えー、皆さん実際に困ったやつを教えてください。OK?OK?、Okay? Okay、じゃあ行きましょう。今日は、ああ言えばこういうは何て言うんですかっていう質問いただきましたね。Very good question。素晴らしい質問だと思います。何が素晴らしいかっていうと、絶対に実際にそういうふうに言いたかったのに言えなかったっぽいんですよ。そう、こういうの待ってたんですねまね、あ。ずっと今までやったやつ全部そうですよ。あのー 今回全然外れてるやつないんですよね。それ空想でしょうみたいなやつがないんですよ。やっぱり一日一言を見ている人たちは素晴らしい。こう、なんですか、リアリティがある。実際のそういう場面でできなかったから聞いてるっていうね、本当な何ていうのかな、やっぱりすごいですよね。などう表現していいかわかんないけど、何かね、いいんですよ、何かが。 そう、ちょっと言葉にできないんで、誰かしといてください。OK、じゃあ行きましょう。今日は、ああ言えばこういう。英語だと何て言うかというと、2つありますね。Excuses, excuses。噛んじゃった。もう一回行きましょう。Excuses, excuses.Excuses, excuses. Ex みたいな感じで言ったりします。Excuse が言い訳なんですけども、S がついているから複数で Excuses。言い訳たち。あるいは、多くの言い訳。たくさんの言い訳。そうい2回来るんですよ。Excuses, excuses. 相当うざがってますね。オッケいいあ言い訳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 だね、みたいな感じです。Okay? そしてもう一つが、You have excuses for everything。いいですね。ちょっとこう嫌味っぽくもありますね。いいですね。You have excuses? あなたは持ってます。いい訳 for everything。何に対してでも。Okay? So、何を言っても必ず言い訳で返ってくる。ある意味、すごいですけどね。 何かの才能に生かせるんじゃないかなと思いますね。ちょっと考えときますね。なんかないかな。面白そうですね。ちょっと考えときます。一緒に、一緒になんか授業立ち上げましょう。OK! で、今回は、えー、この表現や,やりたいと思うんですけども、えー、Excuses。あ、ちょっとは、まあ、いいか。Excuses 行ましょう。Excuses, excuses。つなげちゃいましょう。Excuses, excuses.

こうやるあの You have と o 言うたびに You have to, you have to この顔も一緒にいちゃうみたいな感じになっちゃうかもしれないんでそこはちょっと自分であの調整してください OKYou、okay? so、have excuses have excuses っつなげちゃいましょうか You have excuses you have excuses for everything なんですけどかゆ Forward, like for the fur for everything. For everything for everything for everything. Very good. You have excuses for everything. You have excuses for everything. You have excuses for everything. 顔間違えたこれはちょっと闇っぽくんであ、すごいね。あなんか何でも出てくるね。みたいなびっくりばかだね。みたいな感じでいきましょう。You have excuse for everything。いいですね。この笑みがね、相手のこの心をですね、わしづかみにして握りつぶすんですね。いいですね。オッケー、もう一回行きましょう。You have excuse for everything。Very good. もう一回行きましょう。You have excuse for everything。 Wow!Do you have one for next week? 来週のも何かあるみたいな感じです。いいですね。これどんどん嫌に、ね、重ねて重ねて重ねていくんですよ。そうするとですね、次回から、えー、そういうこと言ってこないですからね。OK? いいですね。うこういうね、何三賞新しい感じ。いいですね。やっぱりこういうやっぱ新しいことどんどんやっていかないといけないですね。人間というのは。 Okay. okay, so thank you very much for watching and please practice the phrases you learned, okay? And uh, I'll be back tomorrow. Take care, guys. Bye.